あえ今のエルだろシンスターえどういうこと衣装はエルだったはい皆さんこんにちは<っ>本日の探偵はもう死んでいるえこちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします え先週ね、とうとうシエスタがね、亡くなってしまいました。で、その中でヘルがね、シエスタの心臓を抜き取るシーンがあったんですけども、そもそもさ、ヘルが今心臓を入れてるけども、現代の方では、あの、夏なぎなぎさ、あの女の子が、あの、シエスタの心臓を使っているということで、以前ヘルがいずれパートナーになるみたいなことを言っていたけども、なぎさはヘルなのそれともそれはまた誤解させるこのトラップみたいな感じなのかなこの原作者先生のさ。 あとはラストになんか突然君塚が起き上がるシーンがあったけどももう一回見直したんですがあれはなんか夢的な感じでその記憶が失っていて真相心理から自分のその本当にあったそのシエスタとの別れっていうのをまあ夢的な感じで見たっていうことなのかなシエスタの死に関しての記憶とかがそこら辺が改ざんされてるかなくなってるかみたいなそんな感じだと思うんだよねこれゆくゆくさシエスタさんは探偵はもう死んでいるって タイトルだけど復活するとかかそういういいののはないのかな,なかここまでなんか宇宙人とか出てきたり心臓がどんどんいろんな人に移り変わったりっていうのを見てるとさもう一回なんかシエスタの体は残っていてそこにまた心臓を入れればみたいなそんなさありえない展開とんでも展開もあっていいんじゃないかなって思ってきたんですけども,もうとにかく最初に見てた頃はただのこの事件をね推理していくだけって感じだと思っていたんですがしょっぱなにコウモリ出てきた辺りからねこのお話どのように転んでもおかしく なないいっってて思たんですけどまさかそのスペースのねその目的とかそういったものがあんな壮大なことだったなんてっていうところもあり物語が一体どんな結末を迎えるのかね完全に予測不可能になっておりますだからこそ逆にねその目を離せないというかそういう魅力がありますので、えー、引き続きね今回のエピソードを皆さんと一緒に楽しく見ていきたいと思いますと、えー、いうわけで皆さんを録画したものもしくはビデオでま使って一緒にお楽しみください簡単なご覧くさいラスのペーススタートです うんあっ戻ってきたね久々に現代に凪咲いやこの子は一体いや開けど うーん有名うんうんうんめっちゃ綺麗だけど <laughs> <laughs> えおうんえ何のことについてよ いや、勝っちゃうの。シースターに。あーなるほどね。多分そういう感じだろう。ん、ね、今の後ろは今、シースターっぽい。何者かに。 ええー、もうこれ、もうシースターの可能性もあって、ヘルの可能性もあって、アリシアも出てくる可能性あってさ、もうめちゃくちゃないわ。<laughs> で、もちろん、渚の可能性もあるしさ、あの暗闇だけ。第10話、だから俺は探偵にはなれない。うん。もう戻んないんだね、過去の方には。 うん水着会か。現代版の今回は。ああ、来たいや、久々 <laughs> 英華会豪華すぎんか。えクルーズ <laughs> やばまあ、あ金があるんだろうね。このユイニャには。8日間 <laughs> <laughs> うんああいるねいやみんな揃ったね久々に償いまあこっちの事件がもう懐かしすぎるんだけど。<laughs> またこの子のね目が活躍する時が来るんだろうなああやっぱりいる <laughs> なんで <laughs> シャルああここで登場ですかあ,あのあとちょっとやるかなうん あ、たまたまなのか、本当に。え、なんでここにいるんだろう。うん。シャルはなんか目的があるからこそいるんだろう。<laughs> いや。どういうこと何があったうん。その間に何があったのシャルは何してたんだあ、 いや、驚くだろうな、シェイスさんの心臓入ってるって知ったら。あ、知ってるのねもう、まう、あ、まあまあ、もちろんそうか。ピクピクピクってなってる。うーん。好きだったもんな、シャルは。 いやどうこの気迫伝わる気持ち少しは伝わったかねいやここでなんか一緒になんか事件が起きてやっぱ解いていく中でまあ関係が変わっていくんじゃないかなうん <laughs> いやけどここにいてよかったんじゃない 多分何かが起きるだろうから逆に。んえどうしたえ何ああ、シャルの。まあこれから行動で見せればいいんじゃないああ、これでいよいよ二人の水着だね。 前回水着会始まったと思ったらシエスタだったからね。ブラックジャックなんだえシャルじゃん。何えそんな <laughs>、17連敗確率的にどれくらいだよ ?17 連敗するの。ポーカーだかブラックジャックで。 <laughs> 確かに <laughs> 心配して見に来たのかなうんあーそこねやっぱスペース絡みなんじゃないのシャルがいるんだからえ遺産いやいやいやどういうこと やっぱそれ体なのかな前はあのさ、ゆいの瞳で一回さ、誤解したけど。いやいやいや、お金で <laughs> いや、バカバカ者もの <laughs> まあ、シャルはちょっと上がいないと、あれなんだね。肉体派なんだろうな。 てかシャーブの格好かわいい。うん。女子うん。 いやこれはいいよねいい話だよねちょっと <laughs> いや愛を感じるけども <laughs> 今の一言はごもっともかもねうん ってことは、これからその、シーサの遺産を集めていくみたいになるのかなそ遺産って何なんだマジで。逆にシーサの体が切り刻まれてたら嫌だしね。何なんだろうね。ああ、いや、水着え、ちょっと湯っぽくない今の。うん。参加しないのね、そして。早速探すのか。 どうやってね、見つければいいんだろうね。一産。何何なんだろう。うー、ん、スペースとかも狙ってこないのかな、それは、<laughs> ちょっと赤いですよ。 ああ、そうなんだ。主品なの <laughs> すごくないただただ、ここに招待しただけではなく、このクルーズの。見せたかったんだ、なギさ。<laughs> かわいいな。またそれも、シーサの心臓も見せたがってたのかなお、なんだ シスーのこの。え、また誤解するぞなぎさが下手な。ねえ。絶対誤解する。<laughs> ほらほらほら、絶対そうなると思っためっちゃオシャレして期待して。だいたいこういう時女の子ってすごい食事して,てパクパク食べるよね <laughs>。 いやバーっていくつだよお前ら <laughs> やっぱりかわいい <laughs> 気合い入れてきたねうーんシャワーも浴びてね <laughs> いや絶対見当違いだよえこれ何飲んでんの <laughs> だよね でああえ何何 <laughs> 何のあれだったの結局シースタの心臓も反応いや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 ,やりとりえ今何て言ったああだからやっぱシースタの遺産の話したのかな うんこれがあれか最初の冒頭の、うん、何者にもねまあ今じゃ名探偵だけど。 ああなるほどうんいやけどそれは決して悪いことじゃない気がするけどねそれで自分がよしだと思えばうんいや複雑だね君かも境地 みんなだからシエスタに振り回されてるとも取れるけどね。考え方次第な気がするけどなそれを本能的に求めてるんならね、それでいいと思うけどね。え突然何早速なんか事件スペースか。 女の子えっぎさ？いやーもうだから捕まったんだねえー、どういうことあーやっぱそういうことなのかじゃあスペースかな <laughs> サイカは、すげえな。えホームズか今の本の表紙。名探偵の遺産見つかってないのに なんでそれが欲しいのそうね、それも。あっけど、それでなんとかなるんかああ、そういうことか。いや、け、こんだけ広いとね、探すって言っても、<laughs> すごいな、この船。 見つからない。うん、えー、どういうことどうしちゃったのえ肩も回るなんだ はあ、ええうんあ落ち着かせようってああやっぱり君塚に気使ってくれたんだ優しいねよかった一緒にいてくれて。 いや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 自分立派だと思うけどね <laughs> おえ <laughs> なかなかすごい開しきたぞ <laughs> びっくりしたんだけど <laughs> 今ので終わりかい <laughs> 同じだったうん ここもねなんかちょっとみんなあれだね渚とい,いちょっと過去に向き合ってるね今うん みんな誰かのあれだね。まあ今の言い方で言えば手を取ってるというか <laughs> 仲間うん。助手2号 出てきちゃったあー面白い開始が右腕ではなく左目ねうんどっか連れ去られちゃったとかそんなことないだろうしねうんいない やっぱえー、えどういうこと姿カメレオンとかそういうこと違うかな何だろうね。やっぱりそういうこと そういうことだったんだ。うん。よく気づきましたよ。<laughs> いや、遅かったかなみんなもっと早かっただろう。ういやいやいや、触手プレイになってますけど。いや、見た目、ちょっと、それちょっと気持ち悪いっす。いや、けどそれがさ、 うーん。そうなんすよ。ああ。ええー。せめて、ものが分かってれば、教えてくれよ、むしろ。知ってるなら、なんなのか。 いやあっシャルだけれまだいるよねシャルがこの場所に来るんじゃないかないかね後ろからパーンとか出てきたらかっこいいけどいや見透かされてるえっ、ー、<laughs> そんなの 無理だよ。遊んでんのかやば <laughs>、うん。ああ知ってるのね、やっぱねスペースそこは。 別にエスの心臓が欲しいとかそういうことはないんだねだから何なんだろうね遺産いやいやいや何を言ってるえー、できんできん目の前にして できるみんなそんな選択いやー理性的にはわかるけども数とかでさけど無理それともなんか出てくるかな今なんか凪さんの中からさあっえっ 今のルだろシスターえどういうこと衣装はヘルだったよねうん。なんか人格でも変わんのかと思って今、なぎさん。うん。 第3の答えみたいなのがあるんじゃない何だえあそれは何あのヘルの話のこと言ってんのなん,なんかそういうことあれちょっと待って待ってどういうことどういうこと今のラストの意味は何だ あのー、えー、えどういうことあのー、前回、全然がく、全回くらいだっけあの、施設に突入した時に、君塚がフェルと対峙したとか、時とかなんかに、なんか予言じゃないけど、パートナーになっててみたいな話してた時のことを今言ってるのかなえー さっき一瞬フラッシュバックして見えたのはどっちだったなんか服装はヘルっぽく見えたんだよな。シエスタだったかなちょっとこれエンディング終わったら、ちょっともう一回巻き戻して見てみようかなと思いますけども。いやー、もうずっと謎なんだけど遺品ってな、遺産って何なの もし体のパーツとかそういう話なんであれば、それをもしスペースが欲しいって言うんだったら、このなの心臓だって狙ってもおかしくないと思うんだよね。けそれを狙わないっていうことは、別にシーサの体とかそういう話ではないと思うんだ。えー、何希望の中の光。 いやなんか凪沙ちゃんの人格とかが入れ替わるような感じがするのは僕の気のせいでしょうかそれがシエスタなのかヘルなのかアリシャなのかちょっとわからないけどなんかそういうのありそうじゃないえやっぱりさ シースタっぽいけど下の服ヘルだよね今止めて見てるんだけどやっぱそうだよこれだって上のさ上は灼八じゃんで下はやっぱヘルの衣装なんだよだからもうよくわかんないけどとりあえずこの後今からカメレオン戦みたいなのが始まるところで渚の中にいるシエスタの心臓がそのシエスタなのかヘルかなんかになり変わって出てきてカメレオンをまあ君塚と一緒に戦ってくれるみたいなそういう感じになるんじゃないの って予測ししみたけどどううなんでしょうかはいというわけでちょっと僕のラストの考察ね記憶が曖昧な部分がある中でやっているからその夏なぎなぎさはねお料理先にしないことになっているっていう言葉の意味がいまいち僕の中でうまくね理解できていないんだけどもそれがそのなぎさと君塚の中でなんか話していた会話の約束みたいなそんな感じだったのかのヘルがパートナーとしてとかうんちゃらみたいな話があった時の話だったのか、まあ、はたまたそのしいさとなんかあってみたいなねちょっと <laughs> そこがどうにもね、僕の中で、ごめんなさい、明確にね、思い出せないんですけども、来週のお話見ればね、そこら辺ちょっと分かるようにできているのかなとね、期待したいと思います。はい、というわけでね、ちょっと不甲斐ない結果になってしまったんですけども、また来週もね、ぜひ一緒に見てもらえればと思います。はい、以上、動画をお届けし,しました。バイバイ。